こんにちは、ナコードハッピー結婚しようチャンネルです。いつもご覧くださりありがとうございます。好評をいただいています。雑学シリーズですが、今回は結婚記念日と長寿の記念日についてシェアしますので、ぜひご覧ください。まず本業ナコードの私の専門分野である結婚記念日についてです。夫婦が結婚したことを年ごとに記念する日が結婚記念日ですよね。いつを結婚記念日と決めるかの基準については様々な考え方があり、夫婦でね、相談して決めるのが一般的です。法的な夫婦の場合は、婚姻届を提出した日か、結婚式や結婚披露宴をね、結婚記念日とする場合が多いです。世界的に見ると結婚式を祝う風習はドイツでされ、その後ね、ヨーロッパ全体に広まったそうです。日本では明治天皇と明憲皇太后が1894年、明治27年3月9日に大婚25年祝典っていうのを行ったのが最初とされているそうです。それ以来、輪婚式、金婚式の習慣が一般にも広まったんですね。宝石業界の販売戦略もあり、国によりね、様々な記念年が生まれていますが、日本においては25周年目の銀婚式と50周年目の金婚式以外はあまり一般的ではないようです。結婚記念日で結婚何年目になるのか覚えていないとかね、わからないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。結婚記念日の数え方は年齢と同じで、結婚した年の1年後に結婚1周年記念日を迎えます。日本では夫婦間で、あるいは夫から妻にとかね、子供や孫から夫婦にね、お祝いの品を送るなどするのが一般的です。また外食に行ったり、ケーキを買ったり、などといったように、夫婦によってね、形は様々であるようです。1年目を紙婚式っていうそうです。アルバムや手帳などのね、紙製品を送ることが習わしって書いてありました。2年目は、わら婚式とか、わた婚式って呼ばれているようです。質素倹約をしてね、贅沢をしないように、木綿製品を送ることが風習ですって書いてあったんだけど、あまりね、私はこれ聞かない気がするんですよね。3年目を革婚式と呼ぶそうです。比較製品を送るのが習わしのようです。4年目が花婚式っていうそうです。花が咲いてね、実がなること同様に、実りの多い結婚生活を送ることができるようにっていう願いを込めてね、花を送るのが習わしのようです。5年目が木婚式、6年目が木婚式については、あちこち調べたんですけど、詳細はね、載っていなかったんです。6年目が鉄婚式、7年目が銅婚式、8年目がゴム婚式、9年目が陶器婚式、10年目が鈴婚式とかアルミ婚式っていうそうです。10年目に関してはアルミやね、鈴でできたものを送るのが一般的らしいです。11年目が鋼鉄婚式っていうんですって。12年目が絹婚式、13年目がレース婚式、14年目が象牙婚式、15年目が水晶婚式で、20年目が磁器婚式とか陶器婚式って言われていて、磁器やね、陶器の食器を送ることが一般的だそうです。で、25年目が銀婚式で、これは有名ですよね。銀製品を送る習わしがあると書いてありました。で、30年目が真珠婚式、35年目が珊瑚婚式、40年目がルビー婚式、45年目がサファイア婚式、50年目が金婚式。で、金婚式にはね、金製品を送るって書いてありました。55年目がエメラルド婚式で、60年目がダイヤモンド婚で、65周年がね、碧玉婚式で、ブルースターサファイア婚式っていうらしいです。で、70年目がプラチナ婚式というそうですが、この辺になるとね、なかなか夫婦揃って、例えばね、20歳で結婚したって70周年っていうことは、夫婦揃って90歳にならなくちゃだから、なかなかね、ちょっと現実的ではないかもしれません。でね、これは各家庭で相談してプレゼントするのがいいでしょうが、日本のね、男性はこんなね、記念日でもないと奥様にね、花を贈る男性は本当にごく少数って思いますので、最近はね、ただ
だんだんね増えつつあるのかもしれません。普段ね花を贈る習慣のない男性はぜひね奥様にお花を贈ってみてはいかがでしょうか。年齢のねお祝い、長寿のお祝いですね。長寿を祝う節目の年齢には還暦や古希とか喜寿などの名称がありますが、本来はね数え年で祝いますが、現在では満年齢で祝うことが多くなってきています。ただし還暦だけは数え年で61歳、満年齢60歳でお祝いしますって書いてありました。還暦は61歳、満60歳ですよね。生まれた年の干支に帰ることから還暦って呼ばれるようになりました。よくね世間では赤いちゃんちゃんこの風習があり、赤がね長寿祝いの色ってされているようです。また近年ね還暦祝いは長寿祝いというよりも人生の、ね、区切りをお祝いするという意味合いも強くなっているため、必ずしもね赤いちゃんちゃんこではなく赤いお花や小物とか旅行などを贈るケースも増えてきているそうです。70歳、古希、これね2種類の木っていう字がね2種類載っていました。希望の木とねまれっていう字です。乃木編の由来は中国の唐時代の、ね、詩人で徒歩の詩の一節である人生70古希まれなりっていう詩に、ね、由来しているそうです。現代では還暦よりも本格的な、ね、長寿の祝いと考えられているようですが、紫が、ね、長寿祝いの色ってされているそうです。77歳が喜寿、喜という喜ぶという字ですよね、の総称体が7を3つ重ねた形になって77って読めることに由来しているそうです。紫が長寿祝いの色ってされているそうです。80歳を30って言います。傘っていう字のね属字がね8と10を重ねた形になって80って読めることに由来しているそうです。黄色、これねカッコして金茶って書いてあるんですよね。ゴールドっていうことですかね。その金茶が長寿祝いの色とされているそうです。88歳がベージュって言われてますよね。米のねベージュの米という漢字を崩すと88って読めることに由来しているそうです。またね長寿祝いの色も30と一緒の黄色にカッコして金茶って書いてありました。長寿祝いの色とされているそうです。90歳を卒寿と言いますよね。卒業の卒っていう漢字のね属字である9と10を重ねたやつが90って読めることに由来しているそうです。白がね長寿祝いの色ってされているそうです。99が白寿って言いますが、100からね1を引くと白っていう漢字になるために白寿って呼ばれているみたいですね。白がね長寿祝いの色ってされています。100歳がね喜寿とか百寿って言うそうです。100年がね1世紀っていうことから、あの1世紀の喜っていう字ある糸編ののりっていう字ですよね。その字を当てて喜寿って呼ぶようです。また100歳であることから百寿って呼ばれているようです。白がね長寿祝いの色とされているそうです。長寿祝いの祝い方は、以前はねお祝いをしてもらう方が主催となってお祝いの、ね、会を開いていたそうですが、現代では家族や、ね、身近な人がお祝いの会を開くことが一般的なようです。特に決まった祝い方はありませんので、お祝いされる方の、ね、意向に沿った形がいいようです。例えばね、お花が好きな方にはお花、お酒が好きな人にはそのね長寿食のラベルのお酒とかね、そういった考えがいいようです。健康状態によっては長時間のね祝宴や旅行の招待などは負担になってしまう場合もありますので、お祝いの仕方に周りがね配慮する必要があるようです。私は実家のね父が92歳で奇跡に入りましたが、90歳のね卒寿の家族だけの宴席では父がねたくさん食べてとても嬉しそうだった笑顔がね思い出されます。それでは今日はここまでで、次回水曜にはデートスポットなどをご紹介しています。また水曜にお会いしましょう。最後までご視聴くださりありがとうございました。よろしければチャンネル登録よろしくお願いします。コメントなどもいただけますと励みになります。